はい、どうも、90度ハンターのナッツでございます。昨日ダラ撮ったんですけど、90度ハンターって言われてね、まあ、90度ハンターでいいかなと僕は思います。はい、というわけで2日連続、まあアップはいつか分かりませんが、撮影2日連続ですね。モンハンって金冠があるじゃないですか。まあ、今回発掘がある、そのギルクエっていうね、やり込み要素があるんですけど、まあ、トライ G までは基本金冠が最後の目標、まあ、ハンターとしての目標みたいなものがありましてですね、まあ、その金冠を、今日はね、ブラキリオスさんの金冠ですね、これをね、取りたくて、頑張っておりますが、ブラキリオス、金冠を出すシリーズ、はい、120頭ほどやっておりますが、未だに出ておりません。120なのかな、これは。カッコの数値も含まれてるよね、きっと。カッコの数値がその中のってことだよね、きっと。なので、まあ、120頭ほどやっております。はい、というわけで、まあ、適当にブラキの部屋潜って、まあ、そこのお供をさせていただくみたいな感じですね。ギルクエも低レベルならいいんですけど、まあ、基本、あっちですね。集会所の爆破時々ブラキリオスとかの方を狙っております。はい。装備はちょこちょこ変えるつもりですが、まず今回は、回避性能と真打ちがついたね、シンプルなやつなんですけど、まあ、銅が、真打ち3なら何でもできるんで、まあ、自分の好きな見た目に変えれるのが、ポイントですね。他に真打ち3のあったかな？多分ないよな。僕的にはドラゴンのね、羽が生えてるドラゴン X とかのがいいんですけどね。仕方ない。あ、でも、確か。売っちゃったかな、あれ。売ったな。売ったてか、ポイントにしたな。シルバーソルのね、あったんですけどね。新内さんが。まあ、いっか。はい。で、武器が麻痺ですね。麻痺片手です。一応レベル4まで強化してあります。さて、ブラキリオスが重流なんで結構遠いんですよね。あった。イベクエか。あの、ジェンラのやつか。爆破時々とかギルクエばっかですね。一応ギルクエやってる人いるんですね。ヤー素材を求めてた方がいいんですけどね、なるべく。ギルドクエスト、低レベルであってくれ。低レベルであってくれよ。高レベルだと辛いし、多分出ないんですね、なかなか。銀冠 95% とか効きますからね。レベル上げです、よろです。お、いいですね。なんだ、ってなんか余分なのついとる。みんなが受けるなら僕も行きます。とりあえず飯食わせて。何がいいかな。特殊攻撃にしておきましょうか。ね、左の方いいんですけど、なんか右にちょっと黒毛和牛がついてますね。誰も受けないんだよな、これを。みんな何相談中、なんやこのクエストみたいな感じ。ブラキの何、カホブラキのカホって何。ブラキカホあんの、やべっち。まあいいや、ちょっと不安だけど70だし大丈夫でしょ。バッサーベルデン。ブラキの家宝。これは神回ですね。なかなか面白い。匠さんが冷凍マグロアスキルなし。これは非常に不安だ。まあね。彼に家宝をプレゼントしましょう。冷凍マグロだもんな、しかも。舐めてんのかって感じ。ラーちゃん。
ラージャンじゃなくて、お前の武器と防具どうにかしろや。ネタなのか、マジなのか、どっちなんだよ。スキルなしは見ますけどね、冷凍マグロはなかなかないですね。基本危険とかなんですけど、地雷っていうのは。みんな取る？取らんよな。でもないよ、このレベルじゃ。ろくなものが。さあ、90度ハンターの意地を見せてやろう。そっちかよ。よろしくお願いします。お、ブラキさんが早速おったようです。さあ、サイズの方ですね。まずは。微妙。だから、これは最小ではないですね。だから、太ってない？ずんぐりむっくりしてる気がする。おります？ 90 度ブラキは、あれじゃないか。トライジーライじゃないか。取りましょうよ、皆さん。むしろでかい気がしますね。手の位置はなんか低いんですけど、なんかずんぐりしてる気がします。片手でブラキっていうのがね、なかなかね、慣れないというか、アウト。僕的にはブラキは頭をザクザク切れる武器がいいんですけど。まあもうなんか生産武器は使いたくない人になっちゃったんでね、僕。おい、また抜け。あ、おやすみ？まず G、あ、あったりする。おい、バカ野郎、バカ野郎、誰や、誰や。本当にごめん、本当にごめんなさいがあんのか。わかった、わかった、うるせえ。あ、間違えた、間違えた。そこまで、ちょっと、90度ハンター操作が地雷ですね。真面目に頑張らないと。昨日みたいなね、ダラみたいな作業のモンスターだといいんですけどね、ダレンとかジエンとか、村木みたいにね、もうトリッキーな動きをされるとね、90度ハンターね、困ってしまいます。あ、青缶がある。70で2頭ですからね、体力は全然ないと思うんですけど、そろそろ麻痺取らないとあいつ何やってんだみたいな感じになっちゃいますから。あれ、もう潜った。どっち行くんですか、これ。前ですか、奥ですか、奥ですか。ゴリラの声しない？おるやん、ゴリラ。まだ黒毛なんですね。掘るぞ。ありがとうございます。うるせえ、うるせえ、うるせえ、ハゲ、ハゲ。黒毛和牛、黒毛和牛。ちょっと待って、どこに転がってんだ。やべっち。やべっちが。やべっちは寿司屋でもやっといてください。なんやねん。いや、その本当にごめんなさいって言うほどではないんです。俺が悪かった。カオス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 。90度ハンター困ります。ブラキの方向って結構難しいんですよね、避けるの。痛いよ、ちょっと。危ねえ。みんなピンチなんでね。粉塵飲もうとしたら粉塵なかったっすね。今飲んでたら救世主だったのにな。ちょっと冷凍マグロさんがやばいですよ。ここで麻痺ったらかっこいいと思ったけど爆発してんな。タイミング良かったのに、爆発はあるんですね。危ない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 。よしよし、冷凍マグロいなくてよかったな、今のは。なんすか。本人は爆弾を持ってないと。いいかな？やりますよ。死んだよ。
見ましたけど、みんなブラキの花粉目当て。匠、やばいんちゃう、やばいんちゃう。大丈夫？マグロ大丈夫か？マグロやばいんちゃう、これ。どこ？1エリア目かな。マグロ入り口にしていいから死ぬなよ。まあブラキ倒したというか、ブラキ大きかったからまあいいんだけどさ、失敗しても。匠帰ってきた。さあゴリラか。よし、頑張りましょう。地形よ、ハゲ。まだね、黒なんでいいですよね。月光じゃないんで。振動ガードするつもりだったのにな。お、ナイスナイス。みんな吹っ飛んでますよね。なんで二人なんですかね。匠はまだしも、やべっちは何をしているのか。おい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 、早いな。早来い。ちっちゃくてすまんな。ダメだな、来ねえなあいつら。やるぞ。おい、よし、麻痺入りました。まだ見つかってないんですね、これ。なんで来ないの、あの二人。ああ、よかったよかった、来てくれたよ。匠は何をしてんのかな。ナイスナイスナイス。ピンチかもね。ふざけんなよ。何がピンチ。回復薬ないとかないよね。なんで回復しないんですか、ピンチかもねさん。おの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 いや、これどうせ少しなんだね。小足つけるまでもない。まあ、ちょうど落とし穴の向こうにね、やってくれたのかしらね。ありがとうございます。なんでみんなその回復をしないわけ。寝てたの、しかも。もうやばすぎる。よろしくお願いします。お疲れ様でした。2回行ってね、消すところが面白いですね。またヨーランポス、まひらんかな。ほらよ、ほらよ。青缶、よいしょ。幸運の賭けだ。この部屋は何の武器だったんだっけ。そういや、片手剣双剣ブラキだからあれかな。何だっけ、なんたら、何だっけ、何だったっけ、鉄線となんかですね、なんたらなんたらなんたら風魔小太郎じゃなくて、なんだっけ、朝青龍じゃなくて、なんだったっけ、なんかなんたらなんたら感じだったはず。はい、ありがとうございました。ピンクはね、チュクチュクなの。チュクチュクもう一個下だよ。栄光になってから人変わるの分かんないけど、チュクチュクいいですよね。はい、まあ銀貨なわけがない。というわけで、誰だったっけ、たくみさんとときさんとやべっちさん、ありがとうございました。お疲れ様でした、言わないでいいや。もう一本飛びますかね。ちょっと今のじゃ納得できないし、ちょっと装備がね、片手剣はやっぱダメだったかな。体験がダメとなると、体験でいこうかな。体験でもですね、水がないんですよ。
麻痺体験、麻痺体験で行ってみるか。爆破で行くよりはいいんじゃないと勝手に思ってみる。よし、じゃあもう一度試合というかもう一食いきましょう。この企画はいつ終わるのかな。なんて手をにしちゃった。ブラキリオス通信中が長い。相変わらずね、なかなかいい部屋に巡り合えないのが僕なんですけど、みんなギルグ。お、爆破時々ブラキリオス出発前、珍しい。まずブラキのね、ギルケやる人もいませんからね、そう。キヨガシの方がやりやすいですもんね、絶対に。何皆さんは来ないんですか？あ、さっきの人って何？まあいいや。僕はさっきの人なのか？なんか新鮮少ねえな。ゆくも一匹あれ。なんで口拭くねん。換算術とか。ゆくも一匹ですね。ゆくも一匹はまあ弱くはないんですけど。でお二人様かなり強いですね。攻撃アップだ。他のお二人様かなり強い。覚醒睡眠下でも。いやー、スロガさんだからかな。クーラーあるよ。で、この人が睡眠。水か。何の瓶が打てるか分かりませんが、睡眠があるんですね、きっと。よし。まあ、割と、主以外は、まともでした。まあ、意識がね、好きでやってるかもしれませんから。まあ、そこは、個人の判断で、やっていきましょうか。爆破ドキドキ、うわ。スカルのお方よろしく。先にクーラー飲んどきましょう。スタミナはいいよね。体験だしね。はい、複雑骨折。ワンワン。刺身パンさんは防御アップですか。僕とスカルさんは、あれですね、攻撃アップ。あー、ダメですね、きっと。判断が早いけどさ。顔に入った。多分入った。後でスローで確認してみよう。おの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 。キノコ。ブラキ体験は結構ね、やらないけど、ブラキはタッチで行きたいんですけどね、タッチね、やっぱパーティープレイだと迷惑になっちゃいますから、あまり使いたくないんですよね。まあ、タッチが一人おるわけですが。おい。よし、よし、チャンス、チャンス、チャンス。タメさん入れてく。おい、やっぱ睡眠打つんだ。ほい。寝かしてって、寝かしてって。どうかね。ドン。あ、バカ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 。火薬ですね、食べたんですけど出なかったんですよ。おい。おいよ。ハゲハゲ。なんで小樽先が出るの。地雷お疲れさんです。刺身パンさん、ギル系じゃないんだからさ。あまりピリピリしないで。
多分あれだよ、彼にとっては普通の行為だったんだよ、俺の麻痺取りやがって、刺身パン。今日ダメやっていただきましょうか。当たるよね。よし。ノリも狙いたいんですけどね、なんか全体的にこのこっちのエリアで戦ってる感じで、あのブラキのこのエリアがひどいですよね。 8番だっけ、あのこの下のエリアをあんなに広くするならこっちにもちょっとエリアをくださいと。刺身パンさん、ここで力つけたら地雷お疲れ様ですが。何ですかグッジョブ。何がグッジョブなんですか。なんかやばいよやばいよ。おい、ひどすぎるな。刺身パンさん、いい人だと思ってたんだけど、僕はいい人と信じてたのに。しちゃうんですよね、あなたは。しゃあない、私が乗って信じよう。我が乗って信迎え撃て。年金ついてるけど大丈夫ですか、大丈夫ですか。ここは食らわないんで、もうさっさとさっさとさっさと、で一応サイン出して。いかんですよ。よし、もう顔は諦める。顔は諦めて、まあね、最初じゃなくてもね、討伐はしましょうや。移動ですわ、さようなら。まあ、捕獲か討伐かは皆さんに任せましょうか。ひどいですね。なかなかひどい2部屋に当たったんじゃないかなと思いますよ。なんで彼は武器を出しながら歩いているんだろう。どうしますかね、極面。極面ってなんだろう。極面00だな。極面あれ、極面なのか極面なのか、なんかカップヌードルかなんかありますよ。あれかな、捕獲するんですか、倒しますか。食べますよ。おらよ。よし。極面さんはまともでしたね。さあ、ブラキの家宝を剥ぎ取りますか。どうせなら、家宝取ってきましょうや。せっかくなんだ。まあ、せっかく村木さんも僕らのために死んでくれたんで、受け取らないと申し訳ない。せっかくなんで、極炎石もいただきましょう。向こうも掘ってる。グレン石か。最初の方はね、この火山の杭でひたすら極炎石掘ってる人が多かったんですけど、最近はもうみんな、ギルクエリアみたいな感じですよね。待って、いいオスすらまともに討伐ができない。いいオスが倒せない。よいしょ。あ、まひった。怖いな、立て込んしてきたぞ。これ、いいオスの首ってどうなってんすか？脳、なんか通るんですか？これ。食べ物、脳が。頭重すぎてポキッていきそう。はい。ブラキの素材なんか少ないんで一応受け取っておきますね。もういいや。はい。9400円。まあ、あれは最初じゃないっしょ。最初はなんかね、手が地面にスレスレらしいですね。もしくはついてるぐらい。らしいです。はい、皆さんお疲れ様でしたと。さあ、というわけで、まあ、2クエストやったわけですが、まあ、今後もね、いろんな武器使いながら、こんな感じで、まったりできたらなと思っております。マンドラゴラですね。
まあ、ヒルさんに言ってもらいましょう。唯一の紫。はい。じゃあ、先ほど出たレア7紹介して終わります。さっきレア7出たんですよ。ああ、村行っちゃった。ですね、ランスなんですけど、またこれ残念ですよ。はい。なんであと1個頑張ってくれなかったんだ。これね、これあと1個さ、スロット頑張ってくれたら全然使えたと思うんですよ。あとね、僕全体的には雷の武器にね恵まれる仕様でしてね、なんかこのフロストエッジは完全に文句ないですよね。ないよね。スロさんに切れ味マックスとか、このギルドナイトセーバーとかね。あとタッチも確かね。タッチはなかったかな。タッチはないか。体験もなんか雷が多いんですよ。まあ、こんな感じ。スシローが雷率が異常に高いんですよ。いや、なんか逆に雷以外はクソの方に3つあるんですよね。スシロー。あとは、ないかな。こんなもんなんですけど、まあ、なんか雷に恵まれてますね。はい。まあ、というわけで、ブラキさんね、この企画も、まあ、多分っていうか、イベントを配信しないカプコンが悪いんですよ。言っちゃえば。サードの頃のね、毎週更新はどうしたんだろうね。言わんばかりの更新率でございますね、トライチーから。多分もう一個ぐらいクエストが残ってると思いますので、4G までに。まあ、それも取れたらいいかなと思いますが、こんな感じのゆっくりした企画も、まあ、人気があったら続けていこうと思います。はい。それでは、今日は、皆さんね、地雷島、90度ハンダを、90度ハンターを、見ていただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。